安住国対委員長が会費2万円の朝食会をされたと。ちなみに岡田幹事長の政治パーティーの利益率は令和5年に自ら報告した報告書によれば 92% に達します。ようこそ政治切り抜きチャンネルへ。このチャンネルではお好みの政治家を切り抜いています。立憲民主党の選対委員長の大串博議員などがパーティーを開くことにしています。で、昨日の報道なので質問通告が遅くなったのはお詫びいたしますけれども、この記事の中で、この1問目でありますけれども、大串選対委員長は、法律が通れば政治資金パーティーをやらないというスタンスを明確にしているということであります。で、きちんとなった場合にはやらないということであります。で、こういった大きな報道がなされましたけれども、私は大串選対委員長だけを責めるつもりはありません。まず一つは、他の立民の幹部の皆様もおやりになっているはずだからです。例えば、4月25日、ホテルニューオータニで、私の得ている情報では、安住国対委員長が会費2万円の朝食会をされたと聞いております。そして、来週月曜日、まさにこの審議の真っただ中、大阪で岡田幹事長が会費2万円の昼食会をされるというふうに聞いております。立民の幹部の方もやってるんです。大串さんだけじゃないんですね。で、それでは立民の提案者に伺います。大串選対本部長、委員長は法律が通れば政治資金パーティーをやらないというスタンスを明確にしているということですが、法律が通らなければやり続けるというのが立民のスタンスでしょうか。で、あるいは法律が通っても、施行日である令和8年1月まではパーティーを開き続けるということでしょうか。はい、本庄聡君。山下委員にお答えいたしますが、お答えする前にですね、今おっしゃった2つのパーティーの事例、今の現行法に基づいて適法に行われているものなんですね。違法に行っているかのような印象を受けかねないような言い方はご機会をいただきたいなと思います。その上で、我が党の考え方を申し上げますが、まず、岡田幹事長も、我々の政治改革案発表の時にですね、記者会見で述べておりますが、法案の成立施行前に、党所属議員にパーティー開催の自粛を求めるということはせず、各議員の判断に委ねると、これが党の方針です。で、その理由は2つあります。第一に、政治資金や選挙に関するルールは、イコールフッティングの観点から、各政党、各議員、各候補者、同一、同等の条件であるべきだということです。第二に、我々の法案には、個人献金の拡充促進の税制措置も含まれておりますが、これをなくして、個人献金を大きく増やすことは不可能だというふうに考えております。パーティーや企業団体献金中心の政治資金から、個人献金中心の政治資金に変えていくと、こういった現実的な提案をさせていただいている、ぜひ本当にもご理解、ご賛同をお願いしたいと思います。以上です。はい、山下隆君。誤解をしていただきたくないんですが、私は大串議員も岡田幹事長も安住国対委員長にも責めてるつもりは全くありません。当たり前のことをやってるんです。そしてその当たり前というのは現実にも当たり前であります。資料3のパネルをお示しいたします。これは岡田克也議員の収支報告書をまとめたものであります。私は岡田克也議員、幹事長は本当に尊敬しています。なぜなら、岡田克也議員は平成13年以降ですね、自らの収支報告書をまとめて、そしてどういう収入を得たか、何に使ったか、すべて明らかにしているんです。で、ここまで開示している立憲民主党議員はいません。で、私は本当にこれは、与野党を通じて政治資金とは何なのかを考える、極めて大きな素材だと思っています。だからあえて、このご紹介いたします。そして、これを見ていただくと、岡田幹事長は、パーティー収入として、公表分、これ平成13年以降、令和5年までですが、総額18億円を得ています。そしてそのうち、企業団体献金の禁止も申し出ておられますが、法人寄付というのが大体4億円超ということであります。そして個人寄付が、これが2億円ということであります。で、こうしたですね、現実を見ていただきたいのが、立民の政治改革実行本部長である幹事長ですら、少なくとも20年以上にわたり、政治資金パーティーを開き続けて、
直近では5000万円以上、公表している23年間では多いときで1億円以上、総額18億円以上のパーティー収入を得ている。ちなみに岡田幹事長の政治資金パーティーの利益率は、令和5年に自ら報告した報告書によれば 92% に達します。岡田幹事長は先ほど申し上げたように、来週月曜日にも行うというふうに聞いております。私はその立民の皆様が政治資金パーティーを禁止するということに趣旨をついて伺いました。賄賂性を伴うかもしれない、癒着あるかもしれない、これはおそらく立民内部でも調査されてるんだろうと思います。それでは立民の提案者に伺います。政治資金パーティーを全面的に禁止するということは、立憲民主党内部で調査した結果、岡田幹事長ほか、こうしたパーティーを開かれている多額の収益を上げている方について、売り先の癒着や賄賂性など、禁止すべき立法事実があったということでしょうか、お答えください。はい、本庄聡君。お答えします。我が党においては、御党派閥のような組織的継続的な裏金作りは確認をされておりません。また、ご指摘のような具体的なお話もありません。したがって、調査は行っておらず、その必要もないというふうに考えております。最後までご視聴ありがとうございました。コメントもお待ちしています。